え皆様ごきげんよう高松奈菜菜ですえこの度ですね「ニュースバー橋本」という橋本徹さんの ABEMATV の番組でですね私が提案した余命投票制度という、えー、あのものがですね少し炎上しているのでこちらについてしっかりと私がどういう思いで提案したのかということとか今の,あの,あの炎上どう受け止めているのかということをお話しできればと思いまして、えー、動画にさせていただきます。 まずですね今回の件で,ですね私のこと活動を知らない方もいらっしゃると思うのでご紹介すると私はですね2016年18歳選挙権が導入された時に全国の学校に出張授業に行って若者の投票率を上げる若者と政治の距離を身近にする若者の政治参加を促すという活動をやってきましたこのような主権者教育をやっている会社はですね日本で私の会社 一社になってししままいました他の NPO とか NGO とかも全国規模でやってるところはどんどん赤字になって撤退してしまったというような背景がありますでまあなので私はそのクラウドファンディングをしながらとか赤字になりながらとかでもあの全国の学校に出張授業に行くというコンセプトをですねずっと持って、まあ、一部行けない学校とかもありましたが いろんな学校に行くということをやっています、えー、なので若い人の、えー、政治参加若い人が選挙に行くこと若者の投票率を上げるということに対してはまあ、誰よりも今やってるんじゃないかなというふうに自負していますでそんな私がどうしてあの橋本さんの番組で提案したか橋本さんとの番組ではどうし 若い人がどうやったら政治参加するのかということですとかシルバー民主主義その民主主義が、えー、人口が多くて選挙にもよく行くです、ね、投票率も高い高齢者の人にの政治的影響が強くなってるんじゃないかというようなことを私は問題視しました若い人は選挙にも行かないし人口も少ないから若者の声っていうのがなかなか届かないじゃあ若い人の声どうやったら届くのか。 まず、このシルバー民主主義という言葉自体おかしいんじゃないかという方もいらっしゃいます。私はそれはもう嘘だと思います。シルバー民主主義というのは存在します。小黒勝松さんって方が、えっと、出しているものがあるんですけども、えっと、こちらはですね、19歳以下の人と60歳以上の人が一生涯に国から 受け取るものと国に払うものの差額がですね、なんと19歳以下の人と60歳以上の人でですね、1億2000万円も差があるというようなことを発表しています、資産をですね。で、まあ、あの世代間格差1億円以上もあるということなんですね。はい。あの、まあ、実際に、まあ、この資産が違うんじゃないかと思う方もいらっしゃるかもしれないですけども、じゃあ、年金、 とかって、本当に若い人はですね、自分たちの私がですね、じゃあ私たちのお,おじいちゃんおばあちゃんの時と比べて、おじいちゃんおばあちゃんの時よりいいかって言ったら、まあ、将来悪くなると思うんですよね。えー、なので、シルバー民主主義というもの自体は、やっぱり私は存在すると思っています。で、じゃあシルバー民主主義イコール高齢者を切り捨てる行為なのかっていうと、それは違うと思うんですよね。私はシルバー民主主義のえ あの改善っていうのを求める。で、若者の声っていうのを届ける。え、若い人が損するっていう社会をやめたい。若い人、それだけ世代間格差ありますよって声を上げる。これをですね、あの言ってるだけなのに、それはけしからんありえないっていうのは、これはですね、なんか、 これだけ辛いっていうことを言うのにけしからんって言われるのって本当におかしなことだなと思います。気候変動の問題もそうです。気候正義という言葉があります。え気候変動問題ですね。今まで二酸化炭素をですね、たくさん出してきた世代よりもですね、若い世代とかこれから生まれてくる人が出せる二酸化炭素の量が少ないというのは、これは差があるんじゃないかというような考え方です。これはもう人権問題だというふうに、 ドイツとかヨーロッパでは考えられています。で、そのような差をがあるということとか、世代間の格差があるということをですね、やっぱりまずは自覚してほしいし、シルバー民主主義なんて言葉を使うなって人に対しては、あの、こういう目に、こういう問題に目を向けてほしいと思っています。でじゃあ、シルバー民主主義を、 どうやって解消するのかという問題があると思います。これは本当に様々な考え方があると思いますその中で私は番組で10個ぐらいですねいろいろ若い人の投票率を上げるためにあの主権者教育をもっとアップデートするその主権者教育も若い人が社会を変えるという成功体験を持つためにあの例えば生徒会にもうちょっとお金と権限というものを加えることによって学校の問題を 変えていくという成功体験を作るってことで社会変えていくんだっていうふうな自信を持ってもらうみたいなことですとかあの、えー、とジェネレーションパリテとか参議院の仕組みを変える、えー、参議院の、えー、と選挙ですね都道府県ごとの選出ではなくあの10代から例えば20代じゃあ人選びましょう30代から50代の間で一人誰か 入れましょう50代以上の人の一人選びましょうみたいな形でやって投票していくそうすると必ず若い人がいるとかあとは、えっと、ジェネレーションパリテこれは各政党の候補者35歳以下の候補者を、えー、例えば2割とか3割にしなきゃいけないとそうじゃなかったら えー、政党助成金っていうものを、えっと、一部減らされてしまいますよみたいなこと、まあ、本当にいろんなことを提案したんですねで民主主義っていうのは、まあ、今回ねあの私が提案した余命投票制度っていうのは余命、えー、の年齢例えば平均寿命が今後100歳になるとして100歳、えー、橋本理さん50歳だと橋本さんは100引く50で50ポイント私は100引く28歳なので。えっと えー、82ポイント持ってますみたいな、あのー、形であ72ポイント持ってるみたいな形で,ですね、あのー、計算していくといったものをです、ねえっと、提案したんですね。でこれは、まあ、これはちょっと私が本当にお詫びしなきゃいけないんですけども、えっとあのー、なんていうんですかね、えっと、これは、えっと、2011年頃かなから研究されているよ。 余命投票制度っていうので、論文とかも発表されているもので、あの私がその場で思いついたわけではありません。で、これは確かに出典とか論文とかこれ読んでください。ってことはまあ、その番組内でお伝えしなかったので、ちょっと私の至らないところがあったと思います。と、こういうものなんですね。で。あの？これはですね。皆さんあの？若者がね。 ポイントが高くて高齢者がポイント低いんだったら平等じゃないかじゃないかという意見があるんですけども一生涯をつい通じては平等であるという考え方ですねはいもちろんあの人によって、えっと、亡くなる年齢っていうのは違うのであののはあるんですけどもえっと長く生きた方の方がポイントが減っていくというような制、まあ、度なのでえっと制度になって いるんですね、でこれはですねそうですね私の中であの番組の中で他にも非選挙権年齢を引き下げるとかインターネット投票をやろうとかいろいろ言った中で、えっと、どのくらい実現可能性があるかっていうこととかこうそれはですねそういうことに関しての優先順位っていうのは番組の中で話さなかったんですね。 私としては思考実験としてこういうアイデアもありますよねということをあのシルバー民主主義を解消するためというぐらいのまあ提唱の仕方だったのであのそれを実現するためにじゃあどの法律、えー、憲法を変える必要があるのかということについてとかそういうことについてあのじゃあ通すためには議員立法がいいのかとか なんか、そういうことについてまでは、まあ、番組内では議論してないですし、私としても、えー、若者の投票率を上げることとか、主権者教育を充実させたりとか、非選挙権の引き下げの方が優先順位としては先だと思っています。で、この点はですね、まあ、どのくらいそのフィジビリティがあるのかっていう点について、まあ、しっかりとお伝えできなかったので、あくまでも私がそれをなんかすぐにでもやるべきだ。 とか絶対やるべきだっていうふうに聞こえたのでしたらそれはあの申し訳ないなと思っています、まあ、それは本当に分かるような形で言ってなかったのであのすみませんでしたぜひそのシルバー民主主義若い人の声シルバー民主主義を解消するっていうこととかシルバー民主主義っていう言葉を使いたくない方は若い人の声をどうやってより政治に反映させるかっていうことをですねあの考えていただきたいとでこういう声もいただきました えー、それは民主主義の考えに反してるんじゃないか民主主義っていうのは一人一票の原則で塾議によって成り立っていると民主主義っていうのは多数決っていうのは最終的なものであってその前に話し合いをすると、えー、私もその通りだと思います、えー、話し合いをする、えー、これが民主主義においてキーワードですじゃないとじゃ LGBTQ+ の人、えー、人数が少ないからって言って全く、えー、とそういう人たちの声が届かないのかいやそのために塾議するんだと。 いいったとところにあると思います、えー、障害者の方もそうですよねはいでもやっぱり当事者の方がその場にどのくらいいるのかということとかあとはですね実際に若い人の若者議員の人、えー、取材するとですね若者政策を頑張ってる議員の人やっぱり若者政策っていうのは票にならないからなかなか進められないんだとか党内での優先順位が低くなってしまうこういう意見が多いんですね。実際に あの、じゃ年金問題のこう、いびつさって解消できるのかって言ったら、それ先延ばしにしてますよね。で、国のあの、国債だって、あの、借金だって、どん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 増えてって、それは若い世代とか未来の子供たちに押し付けられてしまうと。子供にたくさん付けが回ってしまうというような問題、日本にはたくさんあると思うんですよね。で、 だからこそやっぱり持続可能な社会にするためにも若い人の声をどうやって届けるのか若い人が当事者になった途端あの気候変動とかは本当にあの変わってくると思うんですよねすぐやんなきゃっていうマインドになると思うんですよねだからそれが話し合いでやるべきだしやった方がいいし私もそれは諦めてはいませんだからこそ主権者教育でしっかり政治について話す社会問題について話す社会を変えるための方法っていうのを みんなに考えてててもらううワークショップををやるっていうことをしていしますですがあのそうですね若者の声がより届きやすい社会にするためにどうすればいいか他にも番組では若者議会とかも提案しましたけどもあのそういうことを考えてほしいなと思いますだからあのまあひ中傷は論外ですねもうやめてくださいっていう感じなんですけども私がいくらなんひどい発言をしたとしても えー、あなたが誹謗中傷していいっていうものではない、えー、人に殴られたからって言って殴り返していいというわけではないそれは法治国家っていうものを無視しているルールっていうものによってあの制裁できるようにするそのルールっていうのが気に食わないんだったらルールを変えるようにやんなきゃいけないっていうのが私は民主主義国家だと思うのであの誹謗中傷され誹謗 私の意見が変だからと思って誹謗中傷していいっていうわけではないので、それをやめてほしいっていうことですね。やっぱりそわそわしますね。私も別に批判は本当にいいんですけども、あの誹謗中傷されたりとか、あのー、えっと余命投票制度のしっかりとしたなんていうんですかね、えっと一生涯を通じて。 えっと、私だって年を取ったらポイントが少なくなるんだっていうこととかをあのちゃんと分かんないで投稿してた方がいたのでやっぱその誤解は解きたいなと思いました。シルバーミッシュ民主主義とかは者の声を解決するために嫁投票制度はもちろん完璧じゃないと思うし私だってそれがあの全ての解決策になるとは全く思ってないです。どちらかというとアイデアとしてポンっていったっていうようなところなので思考実験としてそういうものもあるよっていうものをとと紹介したに過ぎないので。 ぜひ、あの、皆さんには、じゃあどうすればいいのかっていう点を考えていただきたいし、今の現状で無理だっていうところも踏まえて、私は諦めてませんよ。だから投票率上げる活動だって、他が撤退したのにまだやってるわけだし、諦めてないですけど、そういうことを考えるってこともし,していかなきゃいけないとも思っています。はい。 あと、私が、お前だって、おじいちゃん、おばあちゃん、おばあちゃんになった時に、あの、同じこと言ってられるのか。私は言って言いたいと思ってます。私は自分が80歳になっても、若い人の政治参加どうやって促せばいいのか。自分は今、28歳で、7年ぐらいこの分野に関して知見があって、あの、学校に回っていて、その前だって、えっと、私自身が若者として、えー 小学校高学年ぐらいの時から関心を持ってあの社会問題に参加した当事者としてあの80歳とか90歳になったら相当私だって知見を持ってるわけですよね。でそれが自分が出しゃばるという形じゃなくて若い人をサポートしていきたいしあのそ,うです、ね、そのための仕組みをどうすればいいのかっていうのをアップデートしていきたいと思っています。だから私自身はそんなせこい してないです自分が得すればいいやとは思ってないです本当に未来の子どもたちに投資するっていうことっていうのが私は日本より良くすることだと思うしそれはいつの時代だってそうだと思うのでそういうふうに大人が導いていけるっていう世の中になるといいなと思っています。ということでぜひあの余命投票制度賛成じゃないっていう方たくさんいらっしゃると思うんですけどもだとしたらあのどうやって若者の声を届ければいいのかっていう方法について ぜひ考えていいたただきたいですし私は橋本徹さんと考え方が違うことは多いですけど橋本さんは橋本さんの考えもたくさんお話してくださりました。えドメイン投票と言われるあの18歳未満の子どもたちにも選挙権っていうのを付与して親が代わりに投票できるようにするんだ親が、えー、子どもの気持ちも考えて、まあ、0歳の子とかね投票できないですよね投票するようにするんだっていうような考え方です。とか橋本さんはじゃあ逆に あの18歳選挙権とは逆で、えっと、免許の返,礼制じゃないです返納制じゃないですけども選挙権っていうのも、えっと、何歳を超えたらなくす18歳まではね選挙権あの制限されてるから逆におじいちゃんおばあちゃんも制限されていいんじゃないかっていうような話とかがあったんですけどもあのなんかギスギス した形じゃなくどうやればいいんだろううっっっててことをお互いい出すす感じだだたんですよねだから橋本さんと対談した途端にお前は維新だとか維新から立候補するんだと全くそういうつもりないし維新の悪いとこは悪いと私しっかりと言いますしあの言ってますしあの猪瀬さんの,あの女性候補に対して胸元に手が当たったんじゃないかっていう問題とかも私自身は問題だと思って声を上げてますし。あのまあそうすると維新 のの支援者の人からはこういいところはいいと思って悪いところは悪いって言ったりとか自分の意見を言うっていうことがすごい億劫な社会だなと思うんですよね。本当にいろんな分野の人から常に、えー、誹謗中傷されて勝手にレッテル貼りされてっていうのはあのー、かなりしんどいなと思っていますね。うーんであのー あとは分かりやすく伝えるってことはもちろん私の使命としてやっていきたいことではあるんですけどもしやってることなんですけどもまあそういうのに対しても怒ってる人いますけど私はあ責任逃れだって意見とかもありましたけど全然あの私の意見批判していただくのとかはいいですしむしろこういうことをやった方がいいんじゃないかってこととかも。 あの、ご意見いただけると嬉しい限りです。はい。ぜひ皆さんで若い人がどうやってステージ参加できるか、若者声を届けるにはどうすればいいかという知恵とアイデアをですね、出していけたらと思っています。誹謗中傷だけはどんな時でもやめていただければと思います。ということで、はい、ありがとうございました。ごきげんよう。